ゃあ西中島南方駅なんですけど、これね朝6時の新幹線とかねいろいろ向かう方がいらっしゃるんですけど、もうこんだけ御堂筋線ね動き出しているということで、これ次始発2本目なんですけど、かなりの人がいますね。というわけでね、こちらが大阪メトロのねトイレです。このねボタンを押して開けることができるんですけども、このように広いトイレになっています。こんな感じですね、呼び出しのボタンとかもありまして、まあかなりねこういうおむつ交換台があったりとか、かなり充実しているような多目的トイレとなっています。これが大阪メトロの、西中島南方駅の、例でございますけど、多目的用トイレこんな感じになっています。まあ、車椅子の移動とかもねしやすいですね。で終わったらまあ閉めるということになりますけども、中のボタンはねここになります。こんな感じで配置がね、まあ、これが一般的なバリアフリー多目的用トイレみたいな感じですね。車椅子の方、オストメイトの方、おむつ交換というね分かりやすく描かれています。こういう感じでボタンを押すと閉めることができます。これがねよくあの写真撮影とかでね黄色い線の内側にとか言ってあのよく言われてるんですけども、いろいろあの目の不自由な方からすると重要な位置づけでございまして、このように、誘導の、文字と誘導の、このルートと、注意ですよっていうルートの、この2つのパターンがねここで並んでいますね。決してこれ、撮り鉄さんへの注意喚起とかではなく、本当にあの目の不自由な方とかいろいろな、役割を担っているということになりますね。で、こうやって歩いてみますとですね、今まだ5時過ぎなんでね、この次ね、あの千里中央駅だと江坂行きが来るんですけど、今日は江坂行きは乗りません。まあ、こちらがねあのエレベーターということになりますけども、エレベーターもね押しやすいようになっています。特に、車椅子障害者用の方はですね、ここを押すとですね、この、 あの障害者の、車椅子の方のね、利用が、ちょっとスムーズにできるように、この、 あの扉の開閉時間ですかね長くなるんですよね。このここのボタンを押すよりも、車椅子ボタンを押すとこのドアが、長く開いてくれるということになる。何秒かがね特に決まってはないと思うんですけども、乗降しやすいように長めに設定されているということになります。このあたりもねバリアフリーが充実してまして、この点字ブロックとかね、ちゃんとついてますね。日本のバリアフリーどうなってるのって結構ね優秀なんですよね。朝の4時半はサイレンがすごい新御堂筋ですね。階段とかもこんな感じで南改札と書かれておりまして、ここにね点字ブロックがあったりとかするんですよね。なかなかこういうのもねありますけど、このここにもやはり点字ブロックとかね、意外と誘導のブロックとかもあったりするわけです。西中島南方駅はねまだホームドアはついておりませんですけども、結構ねこういうホームっていうのはね平らに見えて結構ね傾斜があったりします。実はこれね平行に見えるんですけど、ちょっとだけね角度がついてるっていう駅がね結構多かったので、まあこれもね車椅子はねあのホームとね、並行して、止めなければいけないなど決まりがあります。特に JR の駅員さんとかはねそういうあの指示はね受けていますので、駅と垂直に置いてはいけませんというようにあの教育されたことがあります。つまりこういうカメラの向きで車椅子を置いてくださいということになります。はい、というわけで新大阪駅にやってまいりました。ここにも一つバリアフリー車椅子マークがあります。車椅子ご利用の方はねインターホンを押してくださいということになりましてね、こんな感じになっております。おそらくね、こう降りたいという方はねこのエスカレーターを止めて、このエスカレーターで降りるということになりますけども、新大阪駅まだこんなバリアフリーになっています。多分ねおそらく後ろの方にはエレベーターとかあるんでしょうけど、この出口には多分エレベーターがないからエスカレーターを利用して車椅子を下ろすという形になるため、その手順が必要になるため、このようにインターホンが押されて、あのインターホンがあるということになります。まあ、階段で車椅子なんてね降りられませんのでね、おそらく3枚ぐらいくっつけてこう降りていくんだろうなというような感じ、そういう設定がねエスカレーターではできるようになっています。先
先ほどもね申し上げたんですけど、新大阪駅のねホームとかで説明しやすいかなと思ったら、画面ではねなかなかね、ちょっと分かりにくいかなと思ったんですけど、よーく見てみますとね、山形になってます。さっき西中島南方駅でね説明しようと思ったんですけど、駅のホームというものは雨とか水とかをねそういうの入ってきますから、そういう雨水とかをね平行のままでは何て言うんですか、こう流れていきません。ですのでこのように、溝を置いたりとか、あとはちょっとした傾斜をつけて雨を線路に逃がして、でそういう水浸しにならないように工夫をされています。そのため、車椅子がブレーキかけないままこのような、こうね垂直天地ブロックと垂直で、止めてしまうと、こう転落の事故が発生してしまう可能性がありまして、ヘルパーさんとかね結構これ知らないんですよ。で、基本的にそのブレーキをかけないまま手で持ってるから大丈夫だろうと思うんですけど、何かの拍子でこうなんていうのかな、手を離してしまった、その時に車椅子が進んでしまってホームから落ちてしまったというようなこともありまして、結構ねこれねヘルパーさんとかもね勉強していただきたいんですけど、実際問題駅係員をやってた時はこの車椅子のこうじゃなくてこういう形で車椅子を置いてブレーキをかけましょうということで、説明されるわけです。基本的に車椅子の、中にはこうやってね置いてる方もいらっしゃるんですけど、正式にはこれはあまりよろしくないということになります。駅のホームのねバリアフリーというものはまあそうそうね変わらない、変わってきてるんですけど、リニューアルとかなって、まあでも駅のホームとかっていうのはね少し傾斜があるということはね、分かっていただけたらいいかなと思うんですけど、話変わるんですけどね、江坂行きですって。じゃあ新幹線のね乗り換え口ってどうなってるんでしょうか、ちょっと見てみましょう。こっちはねおそらく新幹線の乗り換え口はまあ大阪の玄関口ですからね、エレベーターはね絶対ついてるはずなんですよ。まあちょっとね新大阪のエレベーターでねどんなものかというとね、結構ね古いんですよね。そして扉も小さいということになりましてね、結構なんだろう、新大阪なんですけどエレベーターは古めですね。扉もちょっと狭いかなっていうような感じ。電動車椅子だったらちょっとね身動き取りづらいかなって感じですね。エスカレーターはおそらくねバリアフリーというか車椅子をね降りれる設定はしてるとは思います。エレベーターが何かしらね降りれないという時はこのエスカレーターを利用しますので、先ほどね言おうとしたらこの3枚ぐらいねこれね平行になるんですよ、板みたいになるんですよね。それで車椅子を下ろせるということになります。その時はねエスカレーターも一度止まるんですけどね、面白いですよ。新大阪はこのような感じ、トイレも分かりやすくなっております。日本トイレ大賞ということになってね、一番分かりやすいのはねここは多目的トイレが2つついてます。で分かりやすくデカデカと書かれてるんですけど、どんなものかちょっと開けてみましょう。これ昔ながらの大阪メトロのトイレになりますけど、やっぱり広いですね。でタイルとかもねこんな感じになっておりまして、まあまあリニューアルされてもされなくてもこのようなあんまり遜色はないようなお手洗いになってますね。こんな感じになってます。でこれもねおむつ交換台ですね。昔ながらのこれ引いてやるやつですけど、こんな感じになってます。はい、というわけでね勝手に閉まるということになります。改札とかもね車椅子が通りやすいためにね結構ね見たら分かります。今はその降りる人、改札を通る人がね狭いとこ通りましたけど、駅員側ね結構ねこの大きく広がってるんですね。なので車椅子はねここを通るということになります。大阪駅は地上ホームなんですけど、新幹線との乗り換えね昔はここは段差だったように思うんですが、車椅子の方がどこでも行けるようにねこうスロープになっています。なのですんなりと上がっていけるというようになります。で、改札とかもこんな感じですね。ちょっと車椅子の方はヘルパーとかが必要かなって思うんですけど、ちょっと高いかな。車椅子の目線からするとね、だいたいこれぐらいこんな感じになりますので、なかなかちょっと買いにくいかなっていう感じになりますけどね。今のは推測でしゃがんでみましたけどね、こんな感じになります。なんかこういう福祉というマークを押すとね、福祉的にちょっとね、分かりやすくなりますね。これを押して購入することになるんですけど、そのまんまです。今日はね、エンジョイエコカード600円です。まあ、こんな感じでなっております。基本的にね、よく見るとね、この辺りも展示がついたりとかしてるんですね。
こんな感じです。